こんにちは。ティンダーのミヤクーボーイ、キンダです。急激に拡大しており、まあ、今の状況を考えると、花粉症が原因なのではないかと思います。やはり、夜の街も原因も考えられます。何度も言っております。私が政府側だったらどうするか。緊急事態宣言出すべき。今すぐに。はい。全国一律で出すべきです。何回も言ってますよ。全国一律に出すべきです。私だったら。はい。特に感染急拡大している地域を、 特定警戒都道府県として出すべき特定警戒都道府県として、はい。まあ特に東京、大阪、全国の中で、はい。ありえない、ふざけんなとしか言いようがございません。まあ内容としては学校休校すべき、入学式を実施を中止する、はい。飲食店などすべてにおいて休業すべき、すべてにおいてです、はい。テレワークが妥当でございます、仕事は、はい。 なお、緊急事態宣言、接触7割、極力8割、ほぼ同様でございます。1年、2年前とほぼ同様でいいと思います。今の状況はありえない話でございます。人流もそうですが、はい。ロックダウンが妥当でございます。はい。不要不急の外出を行った場合、罰金制度を設ける。店など営業してしまった、営業したというか、休業要請に応じない場合は、罰金制度と点名公表。そして、 即首だ。うん。そういうことです。はい。何回も言っております。今のは考えられませんね。状況としては。はい。把握できません。ワクチンをまずどん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 打ちましょう。ワクチン接種を義務化すべきです。何回も言ってます。義務化が大当です。はい。義務化すべきです。はい。何回も言ってますよ。はい。罰金制度も導入が妥当です。何回も言ってます。今の政府ではふざけすぎだと思います。 だから急拡大の要因となってます。すぐに緊急事態宣言妥当です以上ですバイバイ